いやいや兄弟みたいですね、なんか。まあね。なんか家族みたいな。程よい距離感だよね、だから。しかも性格も違うから、一緒にいてこう、違うからこそ楽というか。なるほど、なるほど、うん。似てたら似てたでいいだろうしさ。なんか結構違うから、そんな風に思うみたい。岡本くんが結構そうで僕。多分人間が全然違うから。人間が全然違うから。うん。そんな風に思うって、それありえないってならなくて。あの、信彦さんの。そうなるみたいな。考え方は、びっくりします、僕も。あ、じゃあ、あいつ誰とも会ってないの新しい世界を見せてくれる存在って、すごく貴重だなって。個性ってすごいですね。個性ですごいです。ということで。面白いコーナーです。ありがとうございます。はい、皆さん、ありがとうございました。はい